英検1級の受かり方、まずやっぱり英単語、本当に英検に余裕で受かりたければ検索を受けた後に書き直さない。3回合格してて3回中2回がリスニング満点なんですね、はい。おはようございます。ハローだよ、はい。ということで今回なんですけれども、最初なんて言いました？ハローでやだます。だます。出ます。ああ、なるほど。ワクワクということでですね。うん、はい、今回はですね、英検、あ、これ、つながりがおかしくなるから、今回はですね、とかやっててもしょうがない。今回はですね、英検1級の受かり方、ちょっと教えていただきたいざます。お、まだキャラ残ってません。教えてくださいます。はい、OK、だます。よろろそお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、英検1級、まあね、もう何回も受けて、今度4回目挑戦するということで。そうですね、挑戦自体多分5回目なんですけど。ああ、そうなんですね。はい、1回落ちてるんで、うん、はい、大学2年生の時にね。はいはい、はい、そんな何回も合格している、はい、武田塾イングリッシュの CEO に、ちょっと英検1級、こうやって受かれみたいな、ちょっと教えてくださいます。はい、まあ、いろいろやるべきことはあると思うんですけど、まあ、まずはやっぱり英単語。おお、なるほど。これですね。うん、はい、単語難しいですよね。そうですね、うん、単語セクションで実は初めて合格した時はあんまり高得点僕取ってないんですよ。ほうほうほう。25問中15問とか、ほうほう、14、16とかそれぐらいだったと思います、うん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 、ただリーディングの読解とリスニングは満点近かったと思うんですよね。なるほど。それでもなので、まあ、単語でできなくてもぶっちゃけ合格はできちゃうんですけど、補ったわけですね、まあ、僕もそうですね、昔できなかったんで補った他のとこでっていうのがありますね。ただその25問中の、まあ、大問1のですね、はい、25問中15、16ぐらい取れたのも勉強してその点数になったんですよ、うん、ああ、なるほどなるほど。 そう、まあ、それぐらい難しい、ね、そう、難しいですよ。だからやんないとそこは落としちゃうかなっていうところがあるので、一回解いてみてね、もうそれぐらい点数取れてるよっていうんだったらライティングやればいいかなっていうのもあるんですけど、うん、まあ、普通の人はやっぱり無理だと思います、うん、なのでそこは勉強してもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとね、あのパス単がね簡単になってしまってね、そうですね、カバー率が下がってしまったっていうのがねちょっと厄介なところなんで、ね、まあまあデータ単とかね、はいはい、ありますから、アプリでね、そうですね、過去の問題をこう全部載っけてるのとかもありますんで、うん、まあ、そちら見てもらえればいいかなと思いますね。点を取りたい人はですね、はい、まあ、来年英検変わるってなったじゃないですか、はい、なので変わる前にちょっともう一回受けようかなと思って、うんうんうん、勉強し始めたんですけど、はいはい、データ単使ってます。ありがとうございます。僕は言うのあれですはい、またね、勉強の様子とかも普段からツイッターでつぶやいてますので、あ、そうなんですね、まだフォローしてない人はぜひフォローしてください、はい、勉強頑張ってます、うん、おすすめの単語帳っていうと、はい、一応 EX ですね、第2版が出ていて、まあ、カバー率はもちろん過去問から使ってるんで高いんですけど、うん、パスタンの4定版でもいいかなとは思ってます、うん、あ、前の版ですね、はい。ただまあ EX の方がカバー率は高かったですけど、うん、まあ、でもやっぱりデータ単使ってもらうのが一番カバー率はいいですね、うん、なるほど。ただ本当に英検に余裕で受かりたければ、うん、もうぶっちゃけ英単語帳、さっきの5定版出たじゃない、でも余裕で受かるぐらいになっててほしいですね。単語問題が取れなくても違います。お、ようどうですか。もうですレベルがもうここに到達してるので、もう英検1級余裕だよみたいな。ああ、もう単語帳なんかやらなくてもっていうことですね、はい、そうですね。例えば英字新聞読んでるとか、はいはい、英語でニュース聞いたりとか読んだりしていて、うん、あと留学経験があってとかで、うんうんうん、英検のパス単とか EX に載ってる以外の単語まで覚えちゃってる、はいはいはい、っていう状態が理想かなとは思います。なるほどなるほど。で最後に英検受けたのが語彙問題が25分の22か23だったんですよ、うん、ただその時僕使ってた参考書がパス単の5定版だったんですよね、はい、だからカバー率は多分全然もっと低いはずなんですけど、うん、パス単語定版で知らない単語を覚えていく、うん、っていうだけで25分の23とかちゃんと取れてるんで。ああ、なるほど。やっぱもう難しい単語もう知ってたってことですね、うん、そうですそうです。難しい単語は知ってた上で、まあそれでも多分ね、そのさっき述べた3冊だったら知らない単語どうしても載ってるじゃないですか、うんうん、そこを覚えて保管していくみたいな、なるほど、感じで取り組んでもらってもいいですし、うん、まあ、ただ留学経験ないよとかでね、はい、全然歯が立たないっていう人の方が大半だと思うんで、うんうん、まあ、もうちゃんとしっかり英単語帳1冊を完璧にしてほしいなっていう感じですね。なるほど。これが単語対策ってことですね。はい。で、あとはやっぱ英作文対策ですね、はい、ライティングですね。まあ英検ライティングゲーって言われますからね。そうですね。英作文1台で4分の1の点数を占めていますので、うん、そこに関してはしっかり対策してほしいです。お、まあ、いろんな対策方法あるんですけど、うん、まず添削は受けた方がいいです。まあ、チャット GPT とかも最近すごい進化しているので、うん、まあ、チャット GPT 以外にもね、添削系のアプリ出ているので、うん、まあ、そういうの使ってもらってもいいんですけど、うん、しっかりフィードバックもらいたいなっていう人とかに関しては添削できる人っていうのを見つけて添削受けていくっていうのが一番いいんじゃない。なるほど。まあ、おすすめの参考書としては、うん、まあ、過去問もちろん使って英作文問題解いていく、まあ、これ1週間に1台ぐらいやってもらえるといいんじゃないかなっていうのと、あとは英作文問題完全制覇とかですね。ほうほうほう。まあ、英検って結局出るトピックある程度決まってるんですよ、はい、で
このトピックが出た時にボディで書く理由も書いてくれてるっていう参考書なんですよね。ああ、なるほど。ほうほうほう。でこの参考書を使ってネタをストックしておくと、うん、本番でネタが出なくて困っちゃうみたいなことがなくなります。ほうほうほう。なので、まあ、そういう風に使ってもらえるとライティングでも困ることがなくなってくるんじゃないかなって感じですかね、うんうんうん、とあとできるのにやってないことが多いので言うと添削を受けた後に書き直さない。ああ、そうですね、多いですね、はい、なんでやねん、うん、何のために添削を受けたんってなっちゃうんで、まあ、しっかり添削を受けた後にそのフィードバックを踏まえて理想のエッセイを書いてください。それでね、自分がどこ間違うかってちゃんと知っておいてですね、うん、その癖を潰していかなきゃいけないのに結局それ見て紛争なんだって終わらせてて同じ間違いを何度も何度も繰り返すっていう人が大半ですからね。そうなんですよね、学習者って、うん、学びましょう。まあこれも英検1級以外も9もそうだと思うんですけど、うん、書き直さない人本当に多いんで書き直しも含めて対策していくのが重要かなと。であとは書きやすい方のスタンスで書くってのも大事ですよね、うん、賛成反対意見を求められることが多いと思うんですが、はい、本当は賛成なんだけど、うん、反対意見の方が英語で表現するのは楽そう、はいはい、だから反対意見で書こうとかね、うん、っていうのも全然ありだと思うんですよ、うんうん、力をつけるためにわざとやってみてほしい勉強法っていうと賛成側の方のエッセイと反対側の方のエッセイ、ほうほうほう、両方書く。なるほど、へ、うん、はい、そうすると一つの問題で2回書けるんで問題なくなっちゃいましたみたいな人がいるんですよね、はいはい、オーブン社の過去問で6回分解き終わっちゃいました、次どうしたらいいですか、でも書き直しもしてないみたいなね。あ、反対意見まで含めて書けばだから12回は絶対できるわけじゃないですか、うん、で12回分を2回書いたら24回書くわけですよ、はい、めちゃ大変ですよ。過去問1個だけでも相当たくさん練習できるんで、うん、そういう風に使ってもらえるといいかなっていうのと過去問の分析もしてほしいですね、はい、ライティングの模範回答に使える表現めちゃくちゃ詰まってるんでそれをそのままフレーズ単位で覚えていったりとか、うん、これ自分のエッセイに取り入れたいなみたいなところを書き出したりとかしておいてストックしておくとより良いエッセイが書けるようになるんじゃないかなと思いますね。なるほど、いいこと聞きました。合格点はこれで取れるんじゃないかなって気がするんですけど、はい、じゃあリスニングはあります？リスニングはこれちゃうんですよね、もうやっぱ ね、 そうですね、リスニングは多分3回合格してて3回中2回がリスニング満点なんですよね、はい、うち1回は本当にね大学生の時初めて取った回だから結構合格ギリギリだったと思うんですけど、うん、最近は取れちゃうんですよね、まあ、そうなんですよ、まあ、レベルがね他のセクションのものと比べてだいぶ低いんですよね、うん、ぶっちゃけそうなんですよね。で、はい、低いって言うと叩かれるんですよ。そうそう、叩かれるんです。あんなにむずいね。いやでもやっぱ留学してた身としてはびっくりしました。やっぱ留学して帰ってきて大学生の時、はいはいはい、遅っって思いましたからね。そうなんですよね、バチバチに遅いじゃんこんな話し方しねえよみたいなそこは遅いと感じられるのが理想的ですって言ったらまあ終わりになっちゃうんで、はい、まあ一応対策方法を話していくと、はい、ちゃんと聞こえるようにするっていうのが大事ですね。英検1級のリスニング対策だって言って、まあ、過去問をやって、で分野別対策のリスニングの問題集とかもね、オーブン社とかジャパンタイムズから出てると思うんですけど、はい、そういうのに取り組むんじゃなくて、おう、もうじゃなくてちゃんと聞こえるようにする練習っていうのをやってほしいんですよ。なるほど。シャドーイングであったり、まあ、オーバーラッピングとか、うん、ディクテーションとか使って、はいはいはい、まあ、別に教材はこれやんないけどダメっていうのはないと思うんですけど、英検、はいはい、1級の過去問とかでも全然いいので、なるほど、なるほど、それをしっかり全部聞こえるようにするっていう、ね、うんうんうん、やってほしいんですよね。極論言っちゃえば英検1級の過去問6回分だけでもう終わりです。へー、はいはい、その英語を全部一言一句全て聞き逃さずに全部聞き取れますよっていう人間いたら、うん、まあ、多分英検1級のリスニング合格点は取れますよ。なのでもう何度もリスニングするっていうのは大事ですね、うん、まあ、もちろん表現は知らなきゃダメですけどね、いろいろな、うん、そうですね。なのでまあ多聴であったりとか、うん、まあ、いろんな音声聞いていくっていうのはもちろん大事なんですけど、うん、自分が初めて英検1級に合格した時とかは多分その英検1級の音源を使って、うん、同じ音源をもう本当に30回40回とか聞いていたんで、うん、一回聞いて終わりみたいな感じじゃなくて、うんうん、ちゃんと聞き取れるようになるまでもう聞き直すってのが大事ですね。なるほど、うん、じゃあスピーキング、面接は、面接ですね、スピーチありますよね、はい、カードが渡されて5つトピックが書いてあって60秒で何をスピーチしようかなっていうのを考えて2分間スピーチをする、うん、はい、これが一番厄介な問題ですよね。ただ実はこのスピーチで出てくるテーマっていうのがそのライティングで出てくるテーマと似てる、ほうほうほう、っていうのが鍵なんですよ、うん、だからライティング対策をしっかりしていれば話せるはずなんですよ、うん、なのでライティング対策をしっかりできてるかってのが実はスピーチ対策でまず最初に大事になるポイントです、ね、なるほど。で、まあ、僕よく言うんですけどパラグラフスピーキングしろっていうんですけど、まあ、まさにライティングっていうのはねパラグラフでなってますから、うん、ああいう感じで喋って、まあ、理由2個ぐらいはいいだけですからね、うん、そうですね、まあ、それができれば大丈夫です、うん、
で、まあ、あとはやっぱり時間感覚とかを掴んでいく必要はもちろんあるので、はい、まあ、ちゃんとライティングの、ね、対策をした上で1次試験突破していれば、2次のスピーチ対策に関してはちゃんと過去問を使ったりとかして対策をしていくことでちゃんと合格点取れるようになっていくかなと思います。なんでライティング対策するのに使った参考書をそのまま使うみたいな人も結構多いと思いますね、うん、はいはいはい、受かってる人で言うと。これはまあ順一のトピックとかも被ったりしますので、うん、順一のライティングトピックがぜひともやってみてください。こんな感じで英検1級合格してる伊関さん、はい、きまして、まあまあまあ、いわゆる来年からね新しくなりますから英検、うん、ですね、まあ、駆け込み受験もあるかもしれませんので、確かに、はい、やられる方はですね、ようやく問題増えちゃいますから、そうですね、今やる方はぜひとも目指してください。頑張ってください。頑張ります。今回は伊関さんにおいでいただきました。あざざました。あざざました。はい、ありがとうございます。はい。